山本周五郎作、しじみ菓子。花房律之助は、その口書きの写しを持って、高木新左門のところへ行った。もう退出の時刻過ぎで、そこには高木が一人、机の上を片付けていた。ちょっと知恵を借りたいんだが、高木はこっちへ振り返った。 この冬木町のうのきし殺しの剣だな。と律之助は写しを見せた。これを私に再吟味させてもらいたいな。どうだろう。それはもうお気欠じゃないのかそうなんだ。何か吟味に不信でもあるのかそうじゃない。吟味に不信があるわけじゃない。と律之助は言った。 私は、この下手人のおきぬという娘を見た。ローミマバの時に見て、どうにも腑に落ちないところがあるので、こっちへ来てから口書きを読んでみた。高木は黙って次の言葉を待った。それから、写しを取ってみたんだが、とリ之ノスケはそれを開いた。これで見ると、娘の自白はあまりに単純すぎる。 自分の弁護は何もしないで、ただ、宇之吉を殺したのは自分だ、と主張するばかりなんだ。あの娘は気量が良かったな。読んでみればわかる。これはまるで、自分から罪を着ようとしているようなものだ。俺に読ませるんじゃないんだろうな。真面目な話なんだ。と律之助は言った。私に再義味をさせてくれ。 申し渡しがあってからでは無理かもしれない。しかし今のうちなら方法があるはずだ。頼むから何とかしてくれないか。高木は、いぶかしそうな目で彼を見た。何か訳があるのかそれは後で話す。ふん。と高木は口をすぼめた。あの係は小森だったな。 小森、平門殿だ。彼はうるさいぞ。と高木は言った。彼は頑固な上に恐ろしく自尊心が強い。もし自分の吟味に槍をつけられたことがわかりでもすると、どんなたたり方をするかもしれないが、いいか。律之助は微笑した。それでよければ考えてみよう。 ただし、できるかどうかは保証しないぜ。律之助は安心したように頷いた。花房律之助は、この南町奉行所では、新山であった。彼は町奉行所に勤める気はなかったし、父の正衛門も同じ意見だった。しかし、父が死ぬ時の告白を聞いて、彼は急に決心をし、 母の反対を押し切って、勤めに出た。死んだ父は、二十年近い間、町方と奉行所で勤め、死ぬ前の五年は、北奉行の寄り木支配であった。そのおかげがあったかもしれない。役所は南だったが、律之助は、年番を二年やり、次に礼ぐり、老見割りという風うに、 短期間ずつ勤めた上、つい7日前に、銀味り力を命ぜられた。高木新左衛門は、父方のいとこにあたる。歳は5つ上の29歳であるが、早くから南に勤め、銀味り力として、敏腕を振るった。現在では、支配並みという上位の席におり、人望もあるし、 信頼されているようでもあった。保証できないと言ったが、あれなら大丈夫だ。と律之助は自分につぶやいた。あれならきっと、なんとかしてくれるに相違いない。組屋敷の自宅に帰った彼は、もう一度丹念に口書きの写しを検討した。 事件はこうである。今から二月前の七月七日、ちょうど七夕の夜であったが、深川冬木町の俗にしじみがしと呼ばれる堀端の空き地で、夜の四つ、十時頃に殺人事件が起こった。殺されたのは、うのきといって二十五歳になる左官職。 殺したのは起きぬという二十歳の娘であった。狂気はクスンゴブの担当。傷は肩と胸と腹に五箇所あり、胸の傷が心臓を刺していて、それが致命傷だった。娘は、左派の玄衛に引き添われて、四つ半、十一時頃に平野町の番所へ自首して出た。 そして明くる朝、八丁堀から町方が主張して尋問したところ、すらさと犯行を自白したので、口がけを取った上、小伝馬町へ送った。うの吉は、冬吉町の厳兵棚に住み、伊予吉という父親がある。沖きも同じ長屋のもので、勝次という父と、直次郎という弟があった。 カツは四十八歳。三年前から中部で寝たきりだし、弟の直次郎は白地であった。おきぬはかなり器量がいいのに、二十まで見込んだったのは、そんな家庭の事情のためだろう。気象も大人しそうであるが、ちょっと陰気で、芯の強い、堅い字なところがあった。 町奉行での係は、銀味寄り木の小森平右門だった。小森も南では古参の方だし、相当に念を入れて調べているが、おぬが口書きの通り繰り返すばかりなのと、全体があまり単純なのとで、それ以上に詮索しようがないようであった。おぬは、宇之吉に呼び出され、 無理なことを言われたので、カッとなって夢中で男を刺したという。殺すつもりはなかったし、刺したのも夢中であるが、自分のしたことに間違いはないから、早くお仕置きにしてもらいたい、というのであった。無理なことを言われたというが、それはどんなことだこう尋問したが、起きぬはただ。 無理なことです。というだけであった。その事情によっては、お神にも慈悲があるが、ただ無理なことぐらいで人間一人殺したとなると、死罪は免れないぞ。小森はこう問い詰めた。しかし起きぬは、どう無理かということは、話しても旦那方には分かってもらえないだろう。自分は覚悟を決めているから、 もう何も聞かないで、早くお仕置きにしてもらいたい。そう繰り返すばかりであった。もちろん小森は、必要な承認を呼んで調べている。左杯の玄衛や、相良屋の者たち、また地主であり、付近一帯の家主で、七と両替を営んでいる、相模屋義兵、などだが、 これらの商人たちからも起きぬに有利な陳述は何一つとして得られなかった。つまるところ、この娘は下手人ではない。という律之助の直感以外に反証となるような材料は全くないのである。俺にはむしろそこが大事なんだ。律之助は写しをしまいながらつぶやいた。 何一つ、反省らしいもののない、この単純なところが、ここに何かある。必ず、何か隠されている。俺にはそれが感じられるんだ。それから彼は目をつむって、祈るように呟いた。お父さん。あくる日、高木新左衛門は、 律之助を連れて小伝馬町の牢へ行き、中国行の石出縦脇に彼を引き合わせた。高木は何も言わなかったし、律之助も余計なことは聞かなかった。石出縦脇は、高木と雑敗の仲間だという、三十一二で体の小柄な素晴らしこい顔つきのハキハキした男だった。 そうですか。花房さんのご子息ですか。立きは好意のある目で、律之助を見た。私も、花房さんはよく知っています。いろいろ教えてもらったり、お世話になったりもしたものです。まだお若かったのに残念でしたね。律之助は簡単に自分の頼みを述べた。いいでしょう。と立脇は言った。 昨べ高木からあらまし聞いて話したんですが、もし今度の勘が当たって、吟味がひっくり返りでもすると、もちろんその自信があるわけだろうが、新人のあんたにとっては株得意首ですよ。律之助は黙っていた。私は、そんなものが欲しいんじゃありません。まるで別のことのためにやるんです。彼は、 心の中でそうつぶやいたが、口には出さなかった。縦脇は、志村吉兵衛という同心を呼び、律之助を引き合わせて、必要なことに便宜を図れと命じた。もう話ができていたのであろう。吉兵衛はすぐに、どうぞと言って案内に立った。私は先に帰るよ。高木は言った。 役所の方はうまくやっておくが、できたら日に一度顔だけは出してくれ。律之助はそうすると答えた。案内されたのは、詮索所であった。それは二軒四方の部屋で、左右がどっしりと重い、栗色になった杉戸。後ろが襖で、前に縁側があり、その下がシラスになっている。 律之助が入っていくと、もうその娘は、シらスに座っていた。彼女の右に、つくばい同心。後ろに、牢屋下男が二人いた。二人だけで話したい。と律之助は志村に言った。どうか、みんなここを外してくれ。志村は承知し、彼らは去った。 二人だけになるのを待って、律之助は縁側へ出て座った。私を覚えているかと、律之助が娘に言った。沖縄はゆっくりと顔を上げた。ネズミ色の朝の極意に細帯。髪はひっつめにゆってあり、もちろん油気はない。体はほっそりしているが、 働き続けてきたので、肉付きはよく、腰のあたりが締まって見えた。おもながのはっきりした目鼻立ちで、顔色もさえているし、目も落ち着いた綺麗な色をしている。はい。と、沖きぬは言った。見回りにいらしたのを知っています。私は今度、銀味寄り気になった。 おきぬは彼を見上げた。それで、お前の事件を再吟味するつもりだ。どうしてですかとおきぬが言った。本当のことを知りたいからだ。私はみんな申し上げました。私は本当のことを知りたいんだ。私はすっかり申し上げました。いや、そうではない。 と、律之助は言った。大事なことがいくつか抜けている。それをこれから聞くから、正直に答えてくれ。どうしてですかどうしてかって、私は、小森さんの旦那に残らず申し上げましたし、うのさんの下手人は私だって、ちゃんともうわかっているんですから、それでいいはずじゃないでしょうか。 よく聞いてくれ。と彼は言った。私たちの役目は、下手人を捕まえて仕置きをすればいいというんじゃない。まず、誰が間違いのない下手人であるかを抑えることなんだ。ですから、私が、確かに自分でやったと。それなら聞こう。口書きによるとお前は、 夢中で鵜のきしを刺したという。と彼は言った。殺すつもりはなかったが、無理なことを言われたのでカッとなり、夢中で刺してしまったと言っているが、これは嘘かどうしてですかお前に聞いてるんだ。と彼は言った。夢中でやったというのは嘘で、初めから殺すつもりだったんじゃないのか そんなことは決してありません。殺すつもりなんか、あるわけがありません。それは確かだね。彼は念を押した。おきぬは、確かですと答えた。では聞くが、担当はどうしたんだおきぬはぼんやりと彼を見上げた。あれは、七夕の番だった。 と彼は言った。それで、宇野吉が呼びに来たんだろう。呼びに来られて出て行くのに、何の必要があって、担当なんぞ持って行ったんだ。娘は、片方の方で微笑した。それは明らかに、倒幕を逸らす微笑であった。答えなくてもいいよ。と彼は言った。 ついに、お前は娘の腕で、親と弟を養ってきた。親は寝たっきりだし、弟は白痴だという。違います。なおは、馬鹿じゃありません。起きのはきっとなった。七つの時、しじみがしで頭を打って、その傷が内身になっているだけです。それが治れば、 ちゃんとした人間になるんです。なおは、決して、バカなんかじゃありません。それは悪かった。謝れよ。沖きは目を見張った。よりきの旦那に、謝るなどと言われて、よっぽどびっくりしたのだろう。目を見張ると同時に口が開いて、白くて粒の細かい、綺麗な歯が見えた。 白紙と言われても怒るほど、弟思いなんだな。と、律之助は言った。しかしそれならなおのこと、寝たきりの親や、そういう弟のことを考えるはずだ。もしお前が資材にでもなるとしたら、後で二人はどうなると思う沖縄は答えなかった。二人のことは構わないのか それはいいんです。と、お縄は言った。だってもう、私は、こんなことになってしまったんですから。二人が小時になってもか。小時なんかになりゃしません。なぜだお縄の緊張した顔に、一瞬、安らぎと安堵の色が現れた。それは、 わずか一瞬のことではあったが、律之助は誤りなく見て取ったと思った。よし、これも答えなくていい。と彼は言った。次にもう一つ。宇野吉が無理を言ったそうだが、どんな無理だか聞かせてくれ。それも、小森さんの旦那に言いました。私が聞きたいんだ。 口書きに書いてある通りです。自分で言えないのかと彼が言った。すると、うの口は、お前を、手ごめにでもしようとしたんだな沖きぬの顔が、怒りのために光った。誰が、誰がそんなことを言ったんですか手ごめにしようとしたのか沖きぬは、 怒りの目でリスノスケを睨んだ。あの人は、とおきぬはどもった。うのさんはそんな人じゃありません。うのさんは、間違ったってそんなことをする人じゃありません。町内の者なら誰だって知っています。嘘だと思ったら聞いてみてください。誰だってみんな知っていることですから。わかった。よくわかったよ。 そんなことを言われたの、初めてです。お縄はまだ言った。八丁堀の旦那だって、小森さんの旦那だって、そんな嫌なことは言いませんでしたよ。嫌なことを言ってすまなかった。勘弁してくれ。律之助は微笑しながら言った。お縄を牢へ戻し、 縦脇に礼を述べてから、律之助は南の役所へ帰った。そうして、傷の緑図がついている、宇野きの検視書を調べ、それから蔵へ行って、狂気の担当を調べた。それは、白鞘屋のくすん五部で、近くの路上に落ちていたという鞘屋には、乾いた土がこびりついていた。中身は、 血取りがついたままなので、無論さえに収めてはなかった。中子を見るほどの品ではない。しかしどうやら、脇差しを縮めた揚げ物らしい。それが彼の注意を引いた。高価な品ではないが、揚げ物ということが、司祭や理解に思われた。翌日彼は、 しじみがしへ行った。永代橋を渡って深川に入り、上野橋から堀沿いに行くと、寺町を過ぎて浜栗町、冬木町と続いている。浜栗町には、いい家の別邸があるが、その自破勢から冬木町へかけて、貸し通りも裏もひどく荒廃した、裏錆びれた景色であった。 寺町と、浜栗町の角に、三胸の土蔵のついた大きな商家がある。店先ののれんに、相模屋と出ているが、これが、この辺一帯の地主であり、屋主であり、市両替を営んでいる店だろう。土蔵造りの店の後ろに、住居らしい二階建ての家が見え、 回した黒板べを抜いて赤松の枝が伸びていた。それは荒れくした周囲の景色の中で、いかにも際立って重々しく、威圧的に見えた。律之助はちょっと相模屋の前で足を止めた。店へ寄ってみたいような様子だったが、また歩き出し、亀久橋のところまで行って、 そこで遊んでいる子供たちに、しじみがしを聞いた。そこだよ。と、八つばかりの子が言った。そこを曲がったとこの堀り端をずっと、しじみがしって言うんだよ。四つ五つから七八歳までの子が七人。他に十歳ばかりの妙な男の子を取り巻いて、どうやらみんなで、 いじめていたところらしい。一番大きなその子は、合病でもわずらっているように、皮膚が赤くテラテラしてい、ボサボサの髪の毛も眉毛も、乾いた口歯色で、ごく薄かった。身なりのひどいことは、他の子供たちと同様であるが、だらっと垂れた唇は、よだれだらけだし、紫色の歯茎と、 かけた前歯が丸見えであった。律之助はぞっとしながらも目をそらし、今教えてくれた子供に向かって笑いかけた。ありがとうよぼうや。と彼は言った。お前、歳はいくつだおらかとその子が言った。おら、二十歳だよ。いくつだって二十歳だよ。 十九の次の二十歳さ。他の子供たちがわっと笑った。子供らしくない長老の笑いであった。律之助は口をつぐんだ。するとその子がまた言った。おじさん役人だろ律之助はその子を見た。何の用があるのか知らねえが、気をつけた方がいいよ。とその子が言った。 この辺のものは命知らずだからね。役人なんかがうろうろしていると何をするか分かったもんじゃね本当だぜ。本当だぜ、おじさん。と別の子が言った。本当に足元の明かり打ちに消えた方がいいぜ。リスの助は苦笑をしたが、心の中ではすっかり戸惑い、そして込み上げる怒りを抑えるのに。 骨を折っていた。この子供たちを怒ってはいけない。彼はそう自分に言った。子供たちに罪はない。こいつらは自分の言っていることを理解していないんだ。彼は懐から銭袋を取り出した。子供たちはピタッと口を閉じ、目を光らせて彼の手元を見た。彼は 門船をあるだけ出して、さっきの子供の手へ与えた。みんなで菓子でも食べろ。と律之助は言った。おじさんは役目で仕方なしに来たんだ。あんまりいじめないでくれ。子供は不審の目つきで、素早くぎゅっとその銭を握った。その時向こうで、デンジーという鋭い女の声がした。 低い傾いた家の軒下に長屋の神さんらしい女が皆赤子を抱っか背を浮かして三人立っていた。返しな、伝授と女の一人が叫んだ。小事じゃあるめえし、見ず知らずの他人から銭をもらえやすがあるか返しなみんなこっちへ行こうと別の女が叫んだ。 こっち来て遊べ。みんな、来るぞ。返さねえか、デンジ。前の女がわめいた。返さねえとうぬ、手しをぼっくじいてくれるぞ。そう怒らないでくれ。リスス助は女たちの方へ近寄っていった。今、道を教えてもらった例にやったんだ。彼は穏やかに言った。ほんの門船が四五枚なんだから、 かわいい子だな。彼は女の抱いている赤子を覗いた。丈夫そうによく声ているじゃないか。もう誕生くらいかな。女は、へ、ええ、と言った。それからまた、デンジ、と棘のある声でわめいた。何言ってやんだ、ベえだ。その子は向こうで舌を出した。 これは、オラが道を教えて、オラがもらった銭だ。返すもんか。うん。この畜生を抜かしたな。おっかーの草ばば。その子は言った。オラ、これで、芋買って食うだ。勘兵衛の芋買って、一人で食うだ。へん。さあ、みんな来いと言うと、その子は、亀久橋を渡って、とっととかけて行き、他の子供たちもその後を追って行った。 悪かったようだな、銭などやって。と律之助が言った。ほんの礼心だったんだが、女は何も言わなかった。三人とも黙っていたが、手で触れるほどはっきりと敵意が感じられた。本能的であからさまな敵意だった。まずい出だしだ。 彼はそこを離れた。しじみがしは狭い掘割に面して、対岸には武家の別邸と見える長い塀があり、塀の中には椎や水ならが、黒く葉の茂った枝をびっしり重ねているので、建物は全く見えなかった。道に沿って右側に空き地がある。おそらくそのどこかで、 強行が行われたのだろう。律之助はその空き地の方へ入ろうとした。すると、すぐ後ろで声がした。おいたん、おいたん。彼は驚いて飛び上がりそうになった。振り返ると、そこにあの、妙な少年が立っていた。ああ、お前か。と律之助が言った。 どうしたみんなと言ったんじゃないのか少年は首を振り、片後に言っている右手の拳を彼の方へ出してみせた。やはり口を開けてよだれを垂らしたままだし、目やにだらけの目はいかにも愚鈍らしく濁っていた。おきぬの弟じゃないか。律之助は初めてそう気がついた。 おいたんこれね。少年は言った。ね、おいたんこれ。えなんだ何か持ってるのかなんだ坊や少年は固く握った拳を差し出し、そろそろと指を広げた。そこには、潰れてぐちゃぐちゃになった小さな生菓子があった。いいもの持ってるな。 と彼は言った。どれどれ、ほう。あの子持ちか。しゃれたものを食べてるんだな。もやったんだよ。少年が言った。またもやうんだよ。ね、みんながトヨとしっかりやね。おいたん怒ってくんか。よしよし、怒ってやるよ、坊や。と彼は言った。お前、ナオっていう名前か なおだないよ。少年は首を振った。あたい、なおだない。なおは、バカだからね。あたい、バカだないよ。少年はずっとついて回った。実の助は少なからず持て余した。言うこともよくわからないし、向こうで遊べと言ってもそばから離れない。彼の歩く後から、どこまでもついてきた。 それから、砂杯の玄米に会って、当屋のことを聞いた後、沖絹と宇野吉ちの住居へ案内させた。七川並んでいる長屋で、宇野吉ちの住居は西から二川目にあり、沖絹の方は六川目にあった。その時も少年はまだ付きまとっていたが、それは玄米の話で、 やはり、おきぬの弟の、直次郎だということが分かった。げ兵衛は、五十一、二歳の、体の小さな、片太りの毛深い男だった。濃い眉の下の細い目が鋭く、態度は卑屈で、絶えずペコペコと頭を下げる。こんな人間が、田中などには手厳しいのだろう。 律之助はそう思ったが、実際長屋の者たちの様子には、それがよく現れていた。何でございますか、その、と、玄衛は別れ際に言った。あの件で何かまだ、その、ご不審なことでも、うん、ほんのちょっとしたことだが、と彼はさりげなく言った。 一つ二つ納得のいかないところがあるんでね。大したことじゃないが。すると、旦那がご自分でお調べなさるんですかそのつもりだ。と彼は答えた。それはどうでしょうかな。玄衛は横目で素早く彼を見、ためらうように言った。こんなことを申してはなんですが、 この辺の人気の悪いことは、もうお話の他でして、土地に慣れた大手作集でも、うっかりすると暗がりから棒を見回るくらいですから、そうらしいな。余計なことを申し上げるようですが、慣れた方にでもお命じなすった方がご無事かと存じますが、何、それほどのことでもないんだ。 律之助は軽く言いそらした。彼は三日続けて風紀町へ通った。二日休んで、その間の見聞を整理した。それだけで見ると、丸っきり得るところなしであった。三日間に会って話した人間は男女九人だったが、彼らは何も語らない。 誰も彼も言い合わせたように、ええ、とか、そんなようです、とか、知りません、などと答え、少しくどく問い詰めると、その返事さえなくなり、デクのように黙り込んでしまうのであった。彼の知りたいのは、左の三箇条であった。起きぬとう之吉は、恋仲ではなかったか。 他に起きぬに言い寄っていたものはないか当や二人の他に誰か見かけなかったかだが、どの問いにもはっきり答えるものはなかった。役人に対する彼らの敵意の激しさは、初めの日に経験した。子供たちまでが、無論、 親や周囲の影響だろうが、敵意を示し、長老するといった風である。律之助は、整理した記事を検討しながら、幾度もため息をついた。しかし起きぬは、下手人ではない。という直感だけは、ますます強くなった。彼らは何か知っている。と彼は自分に言った。 言葉を濁したり、とぼけたり、急に黙り込んだりするのがその証拠だ。あれは反感や敵意だけじゃない。確かに何か知っているからだ。俺はそいつを掴んでみせるぞ。と彼はまた言った。俺のこの手で必ず掴み出してみせるぞ。次に出かけた日は、 雨が降っていた。律之助は、うの吉の父親に会った。伊予吉は、手間取りだったが、植木職なので、晴れている日は稼ぎに出るため、それまで会う機会がなかったのである。伊予吉もまた、あまり話はしなかった。痩せて骨張った体つきの、気の弱そうな老人だったが、 死んだ宇野吉の高校ぶりを自慢したり、その子に死なれた追い先の愚痴を、くどくどとこぼすばかりで、こちらの肝心な質問になると、ほとんど満足な答えをしないのであった。私は、下手人は他にあると思うんだ。と、律之助は繰り返した。私は本当の下手人を探し出したいんだ。 お前だって自分のせがれを殺した下手人が他にあるとすれば、そいつを探し出したいと思うだろう。そうじゃないか。へえ。と、与吉は目を伏せた。それはまあなんですが、別にそうしたからって、死んだ小野吉が生き返ってくるわけじゃねえし。じゃあ聞くが、下手人でもないおきぬが、お仕置きになるのも構わないのか。 おきぬぼうは、とよきちが言った。下手人じゃねえのですか律之助は絶句した。よきちの仮面のように無表情な顔と、その水のように無感動な反問とは、ほとんど絶望的に人を寄せつけないものであった。よきちの家を出た彼は、しじみがしへ行ってみた。 雨はさして強い降りではないが、そこはひっそりとして掘り割りのつなぎ船にも人影はなかった。彼は空き地へ入って行き、そこに佇んで辺りを眺め回した。ここで何かがあった。と彼は口の中でつぶやいた。口書きに記された以外の何事かが。 この雑草どもはそれを見ていた。空き地には、ところをまだらに雑草が生えていた。そこはかつて、砂利置き場でも使ったのが、一面に小石が散らばっていて、その合間合間に固まって草が伸びている。もう晩秋のことで、皆枯れかかって茶色に縮れ、中にはすっかり裸になって、 白くさらされた茎だけになったのもある。そうしてそれらは雨に打たれながら近づいている冬の寒さを前にひっそりと息を潜めているといった風に見えた。お前たちは見ていたんだ。と彼は草を眺めながら言った。七夕の夜。 ここで何があったかを。お前たちに口があったら、それを言うことができるんだのにな。刺している傘に、雨の音がやや強くなった。律之助はやがて、原平棚の方へ戻った。その日はお絹の父に会い、その他に三人の者と話してみた。 おきぬの父のかつは、寝たきりだし、舌がよく回らないので、まとまったことは何も聞けなかった。しかも、そばに直次郎がいて、絶え間なしに話しかけ、歌詞を出してきて自慢そうに食べたり、着物をまくって向こうずねの古い傷跡を見せたり、四つか五つの子供のように、おもちゃを持ってきて、 一緒に遊ぼうとせがんだりする。それを飽きずに繰り返すので、実之助はうんざりして立ち上がった。他の三人との話も、この前と同じようにとろだった。一人は土屋の人足、一人はボテ振り、もう一人はお札売りだったが、ちょっとでも事件に関係のある話になると、 皆敏感に口調をそらして、空とぼけた返事しかしないのであった。へえ、さようですか。私はちっとも存じませんな。何しろ稼ぎに追われて、長屋の付き合いなんぞしている暇がねえもんだから、へえ。あっしゃ、引っ越してきたばかりで、そういうことはまるっきりわかりません。では、引っ越してきたのはいつだと聞くと、まだ三年にしかならないという。 全てがそんな調子だった。おきぬ自身が下手人だと主張するくらいだから、そう簡単には行かないに違いない。律之助はそう覚悟してかかったのだが、この抵抗の強さには少なからずたじろいだ。それまでにわかったことは、宇之助とおきぬが、恋仲でないにしても、かなり親しくしていたということ。 また、うの吉は二十五にもなるのに、やむを得ない付き合い以外には、酒もあまり飲まず、女遊びなどもしないので、仲間から変人扱いにされていた。などというくらいのことだけであった。二人を恋仲だったとしよう。雨の中を歩きながら、律之助は呟いた。 そこへ誰かが割り込んで、おきぬの奪い合いになった。そうしてその男がうのきちを殺した。これが最もありそうな条件だ。しかしそうではない。二人が恋仲だったとすれば、うのきちを殺されたおきぬは相手に復讐するだろう。恋人を殺されたのに、 自分が下手人などと名乗って出るわけがない。どうしたってそんな理由があるわけがない。彼は貸しっぷしで立ち止まった。父さん。と彼は呟いた。こいつは、私の勘違いかもしれませんね。鋼色によどんだ堀の水面が、 闇間もなく降る雨粒のために、無数の細かい輪を描き、そして陰鬱な灰色に煙っていた。彼はややしばらく、呆然とその水面を眺めていたが、ふと、後ろに人の気配がしたように思い、振り返ろうとする途端後ろからだっと猛烈な体当たりを食らった。体当たりを食った瞬間、 律之助の頭の中で、いつかの悪タれどもの言葉が、先行の走るようにひらめいた。体をかわす暇はなかった。反射的に振った右手で、偶然何かを掴んだ。それは、相手の着物の襟で、ガッシュと掴んだまま、堀の中へ落ち込んだ。相手も一緒だった。相手は掴まれた襟を振り離そうとしたが、 体当たりをした勢いがついていたのと、律之助の引く力とて、とんぼ返りを打ちながら、一緒に落ち込んだ。ほとんど胴体に落ちて沈んだが、律之助は水の中で相手を引き寄せ、両足で相手の胴を締め、もっと底の方へ沈めた。相手は懸命に暴れた。二人は一度起き上がったが、その時彼は、相手の横面を殴り、 また水の中へ引っ込んだ。助けてくれ相手が悲鳴を上げた。ほら、泳げねえ死んじまうそして、ガブッと水を噛み、気違いのように暴れた。リスケ助はそれを強引に押し沈め、水の中で押さえつけ、息を好きに浮いて、また押し沈めた。相手が暴れるので、彼もちょっと水を飲んだ。 塩辛くて、臭みのある水だった。三度目に沈めると、相手の体からすぐに力が抜けた。そこで律之助は浮き上がったが、脱力した相手の体が重たくて、水面へ出るのに骨が折れた。浮き上がってみると、両石に繋いである船から4、四五人の者がこっちを見て、何か口々に叫んでいた。 岸の上にも立ち止まっている者がいた。綱はないかと彼は叫んだ。こいつ溺れているんだ。綱を投げてくれ。今船が来ます。とすぐそこに繋いだ似たり船の上から船頭らしい男が言った。炉の音がするので振り返ると、ョキ船が一層こっちへ近づいてきた。 向こう岸から漕ぎ出したらしい。鉢巻きをした反転着の若者が雨に濡れながら巧みに牢を押している。律之助は男の体を支えながら自分の腰が軽いので刀をなくしたなと思った。しかし水の中だから軽く感じたのであろう。両刀ともちゃんと腰にあるのがすぐに分かった。 気を失っているだけだ。船が来ると、律之助が言った。ちょっと手を貸してくれ。ええ、足が上げます。と若者はかがんで、両手を伸ばした。旦那、大丈夫ですか俺は大丈夫だ。いいか。よいしょ若者は男を船の上へ引き上げた。お、こいつ、六助じゃねえか。 律之助も船へ上がった。知っている男かと律之助が聞いた。浜森町の六助っていう遊び人です。遊び人彼は手ぬいを出して絞り、それで髪の水を拭きながら首をかしげた。よし。平野町の板書へやってくれ。半時ばかり経って。 リスノスケは番章へ着くとすぐに、ン太の一人を相模屋へやって、着物を都合してくれるように頼み、他の二人の番太が六助の解放をするのを見ていた。六助は気絶していただけなので、すぐに息を吹き返し、多量の水を吐いた。そこへ相模屋から番頭の木地が必要な品を一揃え持ってきた。 相模屋は七両替をやっているし、近くに適当な店がなかったから頼んだのである。古いものでいいと断らせたのだが、木視の持ってきたのは、雪田は少し合わなかったが、皆新しい品であった。おら、何も喋らねえぞ。六助はいきなり言った。石を抱かされたって、 喋るこっちゃねえ。さあ、どうでもしろ。その時、律之助は着替えをしていた。そして番頭の木地がそばで手伝っていたが、それを聞いて不審そうに律之助を見上げた。これ、どういうことでございますかと、木地が聞いた。あの男が何かいたしたのでございますかいや、なんでもない。 溺れていたから助けてやっただけだ。しかし何か今、とも岸が言った。石を抱かされても喋らないとか申しましたが、酔ってでもいるんだろう。彼は帯を締め終わって、雪竹を眺めながら言った。結構だ。店の暇を欠か,かせてすまなかったな。私は南の寄り木で、 花房律之助というものだ。明日にでも店へ寄るから、代銀を調べておいてくれ。いいえ、とんでもない。お役に立ちさえすれば、手前どもでは、それでもう。明日行くよ。と彼は言った。すまなかった。木地は帰って行った。それから律之助は、まだ横になっている六助のそばへ行った。おい、 と彼は言った。具合はどうだ六助は黙っていた。年は二十七八。色の黒い骨張った顔で、わざとらしく酒焼きを伸ばしている。ひげはきれいに剃っているので、酒焼きはわざと伸ばしていることが分かった。お前今、何も喋らないと威張ったな。と彼は言った。 石を抱かされても、なんぞとひどく威勢のいいことを言ったが、つまり何か喋って悪いことがあるんだな。どうでもいいようにしてくれ。六助はふてたように言った。おら何も言わねえ。もう口は効かねえから、正くなりなんなり好きなようにしてくれ。この野郎、と万端の一人が言った。てめえ旦那に助けていただいたのに、 なんて口を引き上がるんだ。のぼせてるんだ。リスの助は濡れた両刀を持って上がりかまちの方へ来た。うっちゃっとけば落ち着くだろう。すまないが返し刀手ぬぐいを三本ばかり買ってきてくれ。彼は束縛の銭をバンタの一人に渡した。そのバンタはすぐに出て行った。彼は 上がりかまちに腰をかけ、土間の炉の火へ両手をかざした。この地震盤は参加庁組合なので、町役二人に万太が三人であるが、町役はどこかに揉め事があるとかで、二人とも留守だった。呼んできましょうというのを、律之助はそれには及ばないと断り、やがて買ってきた返しと手ぬぐいで、 刀の手入れをしながら、三人の番太としばらく話した。俺の勘は当たったぞ。彼は心の中でそう繰り返した。この男は誰かに頼まれた。誰かに頼まれて、俺を殺すか、少なくとも再吟味を妨害しようとしたんだ。何も喋らない。というのがその証拠であろう。 彼ははじめ考え違いをした。悪童たちの言った通り、住民たちの敵意から、そんなことをされたのだと思った。しかしそうではない。六助というその男は、誰かに頼まれた。この再吟味を恐れる誰かが、六助に頼んでさせたことだ。今度こそ確かだ。 彼は心の中で叫んだ。俺はそいつを突き止めてみせるぞ。刀の手入れが済むと、律之助は話をやめて帰り自宅をした。騒がせたな、と彼は言った。帰るからカゴを呼んでくれ。別の番太がすぐに飛び出していった。この野郎をどういたしましょう 立てるようになったら帰らしてやれ。おっぱなしでいいんですかいいとも彼は言った。まさか銭をくれてやることもないだろう。向こうで六助が寝返りを打った。二人のバンタは曖昧に笑った。彼らは事実を知らなかった。ただ溺れている六助が助けられたものだと信じ、 それにしては、腑に落ちないところがある。というくらいに思っているようであった。やがてカゴが来ると、リスノスケは何足かを包んでそこに置いた。みんなで菓子でも食べてくれ。そして彼は立ち上がった。それはいつのことだ五日前だ。 で、そいつを、と高木新左衛門が言った。そのままお話してやったのかうん。と律之助は頷いた。余計なお世話かもしれないが、と高木は言った。律さんのやり方はおかしいよ。そんな風に引き込みをして回るぐらいで何か出ると思ってるのかい昨日の借りた金のことなんだ。 まあ、大きいよ。と、高木は言った。例えば、その、六助というやつを痛めてみれば、頼んだ人間がわかる、というふうには思わないのかね思えないね。そう思えないんだ。どうしてちょっと、口では説明できない。と、律之助は言った。どう言ったらいいか。 つまり、これは、普通の詮索という方法ではダメだ。自分の勘で当たっていくより他にない、という気がするんだ。悠長な話だな。と高木は言った。それで、望みがありそうかねありそうだね。六助という男の現れたのがその証拠さ。一度はちょっと諦めかけたんだが、 断っておくが、と高木は言った。あの娘には間もなく申し渡しがあるらしいよ。律之助は、あ、っという顔をした。ことによると、五六日うちかもしれない。どうやらそんなような話だったよ。確かなんだな。らしいね。 もう月番へ踏み届けを出したそうだから、と高木が言った。とにかくそのつもりでやってくれ。いよいよとなったらまた知らせるよ。律之助は頷いた。それで、と高木が言った。昨日のお金がどうしたんだうん。あれはしばらく借りておけるかどうか聞いておきたかったんだ。 いいだろう。俺がうまくやっておくよ。実の助は頼むと言った。役所を出た彼は、き屋橋のところで、辻籠に乗り、深川へ急げと命じた。浜栗町の堀に面した、小学寺の門前で籠を折り、寺の中へ入って行くと、砂杯の玄米が迎えに出てきた。 集まっているかと律之助が聞いた。へえ。と玄衛が答えた。中で日東に不服を言う者も,もありましたが、あらまし集まっております。律之助はうなずいた。彼は前の日、玄衛に命じて、日東を出すからと言い,い、お絹とうの吉の下良屋の者のを、 その寺へ集めさせた。両方で三十一世帯。稼ぎ手の男には二問目、女には米三号という決めである。当時は腕のいい大工でも、日に三問目が大概の相場だから、不服を言われるはずはなかった。彼らは本堂に集まっていた。だらしなく寝そべったり。 やかましく話したり笑ったりしていたが、律之助が入って行って趣味団の脇に座ると彼らも静かになり、こっちへ向いて座り直した。今日ここへ集まってもらった理由は大抵わかっていると思う。律之助はそう口を切った。それから彼は事件の内容を詳しく話し、 おきが下手人であるはずはないと主張した。二人が付き合っていたことは確かである。しかし、宇野吉にも父親があるし、おきには寝ざきの父と白地の弟があるので結婚はできないが、さりとて諦めてしまったようでもない。というのが、宇野吉はは25歳にもなるのに、 まだ嫁ももらわないし、酒も飲まず、ろ遊びもせずに稼いでいる。起きぬも、当たり前なら、もっと身入りの多い、楽な商売があるはずだ。たとえ、無料しないまでも、あの器量なら、相当な料理茶屋で稼ぐこともできるだろう。それをそうはしないで、手足を汚して、その日稼ぎを続けてきた。 と,ところによると、石稼ぎや土方までやったそうだ。これは、宇野吉に義理を立てていたのではないか。二人の間に、やがては夫婦になろうという約束があって、宇之吉はそのために身を固く稼いでいたし、起きぬも浮いた商売で楽をしようとしなかったのではないか。私はそうだったように思う。 律之助は彼らを見た。みんなは相柄屋だから、私よりも詳しく知っているはずだ。もしも私の想像が間違いで、二人はそんな仲ではなかったと、知っていて言うことのできる者がいたら、そう言ってくれ。誰も何も言わなかった。律之助が橋の方から、順々に顔を見て行くと、 皆、目を伏せたり、顔を背けたりした。よし。では私の想像が当たっていたものとして続けよう。と彼は言った。私は最近まで、ロー周りを務めていた。そして事件の内容は知らずに起きるのを見て、こんなローなどに入るような娘ではないと思った。 ちょっと信じられないかもしれないが、我々のような役を務めていると、不思議にそういう勘が働くんだ。それから彼は、口書きを読んだこと、その内容がどうしても不に落ちないので、銀味寄り気になったのを幸い、再銀味の決心をしたこと。そして、沖き自身も、真実を語らないし、 冬木町の長屋を回っても、誰一人として助力してくれるもののないこと、などを順々と述べた。頼む。頼むから力を貸してくれ。と律之助は言った。宇野吉の丘に、誰かお絹につきまとっていたものがあるはずだ。お絹が下手人だと名乗って出たことには、名乗って出るだけの理由があるはずだ。 ほんの一言でいい。奉行所の面目にかけても、決してかかり合いになるようなことはしない。どうか頼む。思い当たることがあったら、一言でいいから言ってくれ。彼らはやはり黙っていた。堅くなに沈黙を守るというよりは、彼の言うことなど、まるで聞いてもいなかった。という風うに見えた。 ダメか。と彼は言った。貧乏な者には、貧乏な者同士の人情があるはずだ。相柄屋の一人は殺され、一人は無実の罪でお仕置きになろうとしている。それを黙って見ているのか黙って指をくわえて見ているのか大勢の者と、 膝を突き合わせて語れば、中に一人くらいは義憤に駆られて口を割るものがあるだろう。大人数の前だと常にない勇気を出して見せるものがよくある。律之助はそれを狙ったんだが、やはり結果はトロのようであった。なんという腰抜けどもだ。彼は怒りのために、 胸が悪くなった。しかし懸命にそれを抑えていった。ここで言えなければ、私が尋ねていったときそう言ってくれ。頼むよ。そして左海の玄米に日東を分配するように命じた。律之助は寺から出ていった。力の抜けた、 だるいような気持ちで、風紀町の方へ歩き出すと、寺の土塀に沿った横丁から、一人の若者がひょいと出てきて、こちらを見るなり立ち止まり、それからすぐに身を翻して後ろへ走り去った。ほんの一瞬のことであったが、その若者の顔を、律之助は見た。びっくりしたような目と、伸ばした酒焼きと、 青黒いような骨張った顔を、六助だな、と律之助はつぶやいた。そして土塀の角まで行って、その横丁を覗いたが、若者の姿はもう見えず、そこに四五人の子供たちが遊んでいるばかりだった。そしてその子供たちは、一斉にこちらを見たが、中の一人が、 また来たのかいと呼びかけた。よう、と律之助は言った。それはいつかの、伝授というあの悪道であった。よう、と律之助は言った。二十歳の兄か、どうしたそりゃ、オラの言うことだ。と子供は言った。この間あんな目に遭ったくせに、おじさんまだ懲りねえのかい 律之助は子供の目を見つめ、それから言った。お前見ていたのかいなくってよ。とその子供は言った。今だって六さんが逃げたのを見てたぜ。六助を知ってるんだな知ってれば何か聞こうてのかいとその子供は言った。へっ、と彼は小賢しく肩をしゃくった。そんな真似をしてると、 今度こそ本当に、大川へしが行くかもしれねえぜ。悪いことは言わねえから、この辺をうろうろするのはもうやめたほうがいいぜ。手に上えガキどもだ。と、後ろで声がした。律之助が振り返ると、しなびたような老人が立っていて、彼に会釈をした。私は、ヤンゴという船番ですが、 と、その老人は言った。よろしかったら、私の小屋でちょいと一休みなさいませんか。律之助は老人の顔を見た。その老人は、寺へ集まった者たちの中にいたようである。彼はうなずいて、休ませてもらおう、と言った。その小屋は、亀久橋の角にあった。 腰掛けのある一坪の土間と、畳三畳一間だけの雑な小屋で、老人はそこから岸に繋いである船の見張りをするのだと言った。こんな狭い堀りへ入る船だから、ろくなには積んじゃいませんが、それでもおっかりすると、何かあかにかやられるもんですから、と老人は言った。 何しろ、この辺の人間と来たら、いや、こっちもそんなことの言える柄じゃございませんがね。老人は土間のコンロで湯を沸かしながら、ほっとりした調子で自分のことを語った。ヤゴロウというのが本当の名で、若い自分から先導になった。結婚後二度したが、二度とも失敗し、それ以来ずっと、 と独身を通した中年以後、水売りの船を三杯持ったこともある。酒と博打でそれも失い、足腰が引かなくなってから、この掘り筋の頭たちの行為で船番をするようになった。というように話した。律之助は黙って聞いていた。ヤゴは沸いた湯で茶を入れ、 お口には合わないだろうが、と、リス助に進めると自分も茶碗を持って畳敷きの上がりかまちへ腰をかけた。さっき、寺でお話を伺いました。と、ヤグは言った。それで申し上げるんですが、旦那のお気持ちはよくわかりますが、もう、 諦めなすった方がいいと思うんですがな。どうしてだどんなに旦那がおっしゃっても、みんなは決してお力にはなりません。たとえ何か知っているにしても、それを言うものは決してありゃしませんから。つまり、と律之助は言った。みんな誰かを恐れているというわけか。 い,いえ、自分たちが何を言っても無駄だということをよく知っているからです。どうして、何が無駄なんだ我々のような、その日の職にも困っている人間は、何を言っても世間には通をしません。とやんは言った。仮に旦那にしたってそうでしょう。 土蔵付きの大きな家に住んで財産があって、絹物か何ぞを着ている人の言うことと、その日稼ぎの椅子も腹を減らしている人足の言うことと、どっちを信用なさいますかいや、お返事はわかっています。ヤゴは戸口を見て首を振り、あっちへ行って遊びな、と言った。 リスノスケが見ると、白地の直次郎が、戸口に立っていた。彼はリスノスケに笑いかけ、ああと言いながら、手に握っている歌詞を見せた。旦那のおっしゃることはわかってます。とヤンは言った。あ、ま、まあ、聞いてください。私の十王の時のことですが、 人に頼まれて、賭場の見張りに立ったことがありました。ヤゴは、賭場の見張りとは知らなかった。小遣い銭がもらえるので、言われる通り見張りに立ったのだが、手入れがあってみんな逃げた後、彼一人が捕まってしまった。それから目明かしに責められた。貴様の親分の名を言え、賭場へ集まった者は誰と誰だ ちょうど、賭爆現金の触れの出た時であった。自分は知らずに頼まれたと言ったが、点で信用しないし、拷問にかけると脅され、恐ろしくなって頼んだ男の名を告げ、その人に聞いてくれればわかると言った。するとその目明かしは、その男と、何か利害関係があったらしい。この野郎、デタラメを抜かすな。 と言って殴りつけた。その目明かしは言いました。とヤグは微笑した。そういうことが言いたかったら、人のいないところで、壁かはめ板にでも言うがいい。そうすれば、痛い目にだけは合わずに済む。覚えておけってな。まったくです。とヤグは微笑したまま言った。 私はつくづくそうだと思いました。何か言いたいことがあったら、壁かはめ板にでも向かって言うに限る。そうすれば少なくとも痛い目には合わずに済む。私だけじゃない。いつも空に追われているような貧乏人は、多かれ少なかれみんな同じような目にあって、懲りて、それこそ、 とりごりしていますからな。ええ。連中から何かお聞きになろうということは、私は無駄だと思うんでございますよ。律之 <laughs> 助は孔病を垂れていた。運命、あ、と戸口で直次郎が言った。おいたん、ね、これ運命。 律之助は茶碗を置いて立った。ありがとうおじいさん。と律之助は言った。なるほど。そんなこともあるかもしれない。私には何とも言いようもない。しかし。彼はちょっと口ごもった。とにかくやってみるよ。たとえ世の中がそうしたものだとしても、 それなら、なおさらやってみる値打ちがありゃしないか。ヤンは微笑しながらうなずいた。リスノスケは赤くなった。じいさんから見たら、青臭いかもしれないが、と彼は言った。とにかく、やるだけはやってみる。お茶をありがとう。小屋を出た彼は。 そのまま沈みがしへ行った。一緒に直次郎がついてきた。直次郎は例によって、しきりに話しかけるが、彼は黙って、教皇のあった空き地へ入って行った。伝授たちがこの歌詞を取ろうとするんだ、と直次郎が回らない下で行った。いつも取ろうとするんだ。わからんなが、 伝じたちには買ってやらないから、いつも俺のばかり取ろうとするんだ、と言った。ひどいもんだ。と律之助はつぶやいた。ひどいもんだな、じいさん。彼は枯れかけた雑草を眺め回した。すると不意に彼の頭の中で何かが弾けた。彼は、 直次郎の方へ振り返って、その手に持っている菓子を見た。それは、いつかのと同じ、かのこ持ちであった。家には、おもちゃ何ぞもあった。雨の日に訪ねたとき、直次郎はやはり菓子を食べていた。おもちゃを出してきて、一緒に遊ぼうとせがんだりした。 おもちゃは新しかった。まだ新しかったようだ。とリ之助スケは思った。どっちも不似合いだ。あの子持ちもおもちゃも。稼ぎ手のおのは、七十四日前からいない。多分、サガ屋の者たちが、共同で二人を養っているのだろう。多分そうだろう。 そうとすればなおさら、かのこ持ちやおもちゃはおかしい。と彼は呟いた。待てよ。りすのすけは直次郎を見た。そのお所は誰からもらったんだうー。と直次郎は言った。今はなんとか言ったようだな。誰かがデンジたちには買ってやらないって、 誰が伝授たちには買ってやらないんだ直次郎の顔に苦痛と恐怖の表情が現れた。それは痛ましいほど直接に苦痛と恐怖感を表していた。口止めをされているな。と律之助は思った。よほど厳しく口止めをされたのだろう。今聞いてもダメだ。 彼はそう思って歩き出した。確かに直次郎はその名を言った。うっかりして聞き逃したが、確かに何とか言ったはずだ。思い出してみろ。と彼は下打ちをした。うん、思い出せないか。律之助は左灰の家へ寄った。玄衛は家にいた。 玄衛は日東の分配を済ませたと言い、残った金を返した。立之助はそれを受け取って、勝次と直次郎を誰が世話しているかと聞いた。長屋の者は面倒を見ていると玄衛が答えた。長屋の者だけかと聞くと、家主の下良屋でも助けていると答えた。主人の義兵が、 暴れがあって、米味噌ぐらいは見てやれ。と言ったのだそうである。そうか。と律之助が言った。さがらがついているんなら安心だな。ええ、まあ。と、玄衛は曖昧に薄笑いをし、それから急に何かを打ち消すような調子で。しかし、旦那はしぶうがすからな。 と言った。律之助は、直次郎の言葉を思い出した。玄衛が、旦那は渋いから、と言った。その旦那が、記憶を呼び起こしたらしい。わからんな。若旦那だ。と律之助は思った。ええー、と、 と彼は言った。相模屋には息子が二人いたはずだな。相模屋さんにですかいいえ。二人じゃない。と彼はまた言った。するとあれは一人息子か。清太郎さんですかうん。と、ス之助は言った。私はてっきり二人いるんだと思った。 玄衛は黙った。律之助は玄米を見た。玄衛は黙っていた。律之助の胸はドキドキした。彼は、面倒をかけたな、と言って、サハの家を出た。彼の頭は回転し始めた。さっき、何かが弾けたように感じたが、それから次第に、 思考がまとまってゆき、中心がはっきり浮かび上がって、それを軸に、くるくると回転し始めたようであった。彼は、平野町の番所へ寄った。そして、番太の一人を外へ呼び出した。お前に頼みがある。と律之助は囁いた。明日、相模屋の聖太郎を、 お手当てにするから逃げないように見張っていてくれ。若旦那をですかとその番太は息を飲んだ。そうだ。と彼は言った。誰にも言うな。いいか。感づかれないようにしろよ。その中年の番太は、へえ、と言った。実之助は、髪伸ばしで筋ニカに乗り、 まっすぐに南の役所へ急がせた。役所へ着くと、火事の和平という同心を呼び、相模屋聖太郎の監視を命じた。和平は臨時周りが分担で、訳を話すとすぐに了解した。そいつは、ンタが内通しますね。それが狙いなんだ。と、律之助は言った。 あんたは町に雇われた人間だし、相模屋は土地の大地主で家主だからな。これで聖太郎が動いてくれれば、閉めたものなんだが。逃げるようだったら縛りますか。高飛びをするようならねえ。と律之助は言った。しかし任せるよ。承知しました。何かあったら家の方へ知らせてくれ。 夜中でも構わないからね。と彼は念を押した。変わったことはなくとも、私の行くまで見張りは頼むよ。承知しました。と和平は言った。火事の和平は、手先を二人連れて出かけた。律之助も一緒に役所を出たが、堀端で彼と別れ、辻カゴを拾って、 小伝馬町の牢屋へ行った。石出盾脇は途上中であったが、志村岸兵衛がいて彼が要件を話すとすぐにその手配をしてくれた。頼んだのは、おきぬと話したいこと、そしておきぬとの対話を隣の部屋で記録してもらうことであった。その役の者を、 二人控えさせました。と、志村はが用意のできたことを知らせた。二人とも達者ですから、懸念なくお話しください。律之助は、よろしく、と言って立った。詮索所へ行くと、もう、お絹が座っていた。他には誰もいず、狭いしらすは、 誘われ近い片陰りで、いかにもひっそりと、うすら寒気に見えた。おきは、この前と同じように、落ち着いた静かな顔をしていた。お前に知らせることがあるんだ。と、律之助は口を切った。おきは黙って目をあげた。お前はこの前、 父親や弟のことはもういいんだ。と言ったな。と彼は言った。二人のことはもう心配はない。と言ったように思うが、そうじゃなかったか。おきぬは、けげんそうな目をした。どうしてですかと彼女は言った。稼ぎ手のお前がいなくなった後、寝たっきりの親や、 当たり前でない弟がどうして生きていくか。私はそれが心配だった。と彼は言った。お前は気にしていなかった。それで何か訳があるのかと思った。稼ぎ手のお前がいなくなっても、二人が安楽に暮らしていけるような、何か特別な理由でもあるのかと思った。そうじゃなかったのか。 おきぬの目に、警戒の色が現れた。そうじゃなかったのかと律之助は言った。どうしてですかとおきぬは言った。知りたいかと彼は言った。知りたくなければ話は別だ。お前は自分からお仕置きを望むくらいなんだから、 親や弟は小事期になろうと、え死に押しようと構わないかもしれない。おきぬの顔が歪んだように見えた。しかし何も言わなかった。りつの助も黙ってしばらく待ち、それから静かに立ち上がった。待ってください。とおきぬが言った。りつの助は、 構わず歩き出そうとした。待ってください。と、おきぬが叫んだ。りつのすけは振り返った。おとさんやなおが、どうかしたんですか聞きたいか。旦那は、おとさんやなおに、お会いになったんですかあった。と彼は言った。 まだ長屋にいることはいたからな。まだって、どういうわけですかわからないのか。起きは黙った。律之助はまだ立っていた。親は寝たっきりの病人。弟は自分のことさえ満足にできない。と彼は言った。それで稼ぎ手のお前がいなくなって、 あとがどうなるかわからないのか。沖縄はコクッと唾を飲んだ。り之助は立ったままで沖縄を見下ろした。長屋の者たちに人情があったって、と彼は続けた。みんな自分たちの暮らしに追われている連中だ。雨が四五日降れば、 自分の子に食わせることもできなくなる連中だ。10日や半月なら、米味噌くらい見過んこともできるだろう。しかし、50日も70日も、そんなことが続くかどうか、お前にはよくわかってるはずじゃないか。それじゃあ、とおきぬが言った。お父さんやなおは、どこかよそへ行くんですか よそいだってそうじゃないんですかお前は、律之助は座った。二人が感性ない中へでも行って、のんきに遊んで暮らせるとでも思っているのかお絹の顔が引き締まり、律之助を見上げる目は、落ち着きを失って、不安そうな色を帯びてきた。 長屋を出ることは確かだよ。と彼は言った。また、いざり車ぐらいは、長屋の者たちがこしらえてくれるようだ。直次郎だって、いざり車を引くことぐらいはできるからな。嘘です。おきぬが叫んだ。そんなことがあるもんですかどうしておきぬは黙った。 どうして嘘なんだと彼は言った。あの二人に何か他のことができると思うのか寝たっきりの病人を抱えて、尚がちゃんと稼いで行けるとでも思うのか冗談じゃない。尚には、左ざり車を引くことはできるだろう。一問恵んでくれ、ぐらいのことも言えるかもしれない。雨の降るときは、 お寺かお宮の縁の下へ入って、突然、おきぬが叫び声を上げた。嘘です、嘘です。そんなはずはありません。旦那は、嘘を言っているんです。そんなはずはないってと彼は言った。そんなはずはありません。と、おきぬが言った。どうしたって、そんなに間違ったって、お父さんやなおが、小事期になるなんて、 おきぬの目から、涙がこぼれた。そんな、そんなひどいことがあるもんですかそんなむごいことが。あったらどうすると律之助は言った。血のつながる親類でも、人殺しなどをしたものが出れば、その家族とは付き合わなくなる。それが世間というものだ。まして他人同士の間で、そんなもの面倒を、 いつまで見て行けると思うか約束をしたんです。あの人は、約束をしたんです。相模屋の星太郎かあの人は、ちゃんと約束したんです。沖きぬは泣き出した。泣きながら彼女は言った。お父っさんやなおは、一生、安楽に暮らさせてやる。 土地が居づらければ、どこか、湯治場にでもやって、一生不自由のないように面倒を見てやる。下良屋ののれんにかけて、約束するって。それで、清太郎の身代わりになったのか。あたしはもう、疲れてました。心底疲れきってました。おきねは。 しゃくりあげながら言った。なっこが泣きつかれて、歌うような調子で、おきねはゆっくりと続けた。おとっつんやなおが、安楽に暮らしてゆけるなら、自分はどうなってもいい。うのさんは死んじまったし、生きていたってしようがない。生きている張り合いもないし、もう、 体も続かない。何でもいいから休みたい。手足を伸ばして、ゆっくり、一度休めたら、それでもう死んでもいいと思ったんです。律之助は何も言わなかった。八つの年に、おっ母さんに死なれてから、あたしずっと、働き通しました。と、沖縄は言った。 お父さんに倒れられてからは、二人を養うために、自分は三日も食わずに働いたこともあります。でも、疲れきっちゃいました。お父さんが何とかなったら、うのさんと一緒になる約束でしたが、そのうのさんも死んじまったし、お父さんとなおのことは、引き受けてくれるというもので、それで私は、 承知したんです。聖太郎を呼んでやろうかと彼が言った。私は、約束は守ってもらえると思ってました。と沖きは言った。二人のことは安心だし、この牢屋へ来てから、生まれて初めて、ゆっくり手足を伸ばして休めたし、 本当に生まれてから初めて、のんびり休むことができたし、もう、いつお仕置きになってもいいと思っていたんです。聖太郎を呼んでやろう、と彼は言った。私行ってやります、と沖野は言った。私も約束を守ったんだから、あの人も約束を守ってくださいって。 あたし、そう言ってやります。ええ、きっと、そう言ってやります。律之助は、高木新左衛門と酒を飲んでいた。三十軒堀の船宿の二階で、外は雨であった。開けてある窓から、対岸に並んだ土蔵と、 その上の鬱陶しく雲に塞がれた雨空が見えた。聖太郎は逃げようとしたのかその晩、日垣船に乗ろうとした。と律之助が言った。それで仕方なしにカジノは縛ってしまったらしい。バカなもんだ。と高木が言った。しかし、お絹が口を割ったとすれば、 居座って白を切るわけにもいかなかったろうがね。もちろん、親が逃がしたのさ。殺したのは、二人が相引きをしているのを見たんだ。ふん。と高木は言った。金持ちの一人息子か。ああいう手合いにはよくあるやつさ。大地主で、七両外商で、 家主で土蔵には金がうなっている。金で型のつかないことはないと思ってるんだ。俺は参った。長屋の連中もつかまされたんだな、と高木は言った。貧乏ということは悲しいもんだ。俺は参ったよ、と律之助は言った。 長屋の女房たちの露骨な敵意も、子供たちの悪道ぶりも、矢後の若い自分の話も相当なものだった。しかし起きぬが、疲れたと言った時には参った。酒好が空いてるぜ。私は疲れた。心底を疲れきってました。と言われた時には俺は、 しん新之助は孔病を垂れ、それから低い声で言った。おきぬが罪を背負ったのはそれなんだ。親や弟が安楽に暮らせる。うのは死んだ。生きている張り合いがない。そういうことよりも、生きることに疲れ切って、ただもう疲れることから逃げ出したいという気持ちで。ああ。 俺にはそれがよく分かった。俺は、そのことだけで参ったよ。参ったのはもう分かった。坂を持てよ。参ったのが分かったって、坂を持ってくれ。と高木が言った。参ったことは分かったから、もう一つのことを話してもらおう。リスさんはどうしてこの事件を、そう熱心に再吟務する気になったのか。 わけは後で話すといつか言ったはずだぜ。いっ継いでくれないか。重ねてやれよ。高木は釈放した。こうなんだ。もう一つぐっとやれよ。こうなんだ。と律之助が言った。父が死ぬ時に、言う言のようなことを言った。 父の誤身がもとで、無実なものを死罪にしたことがある。誤身ということが分かったのは、三年も後のことだったそうだ。父はそれ以来、両親に責められて、一日も心の休まる時がなかった。もともと、人間が人間を裁くということが間違いだ。しかし、 世間があり、秩序を保っていくためには、どうしたって検察制度はなければならないし、人間が裁く以上、絶対に誤信をなくすこともできないだろう。父はそう言った。自分の誤信はほとんど不可抗力なものだった。それは、同僚も上司も認めてくれたが、 それでも両親は休まらなかった。無実の罪で死んだ者のために、いつも冥福を祈りながら、取り返しのつかない自分の罪に、夜も昼も苦しんだ。父はそう言った。だから、お前だけは、この勤めをさせたくないって。しかも進んで勤めに出た。 進んでね。と、リスノスケは窓の外を見た。もしできるなら、父の償いがしたい。一つでも償いをして、死んだ父に安らかに眠ってもらいたい。そう思ったのでね。それは知らなかった。と高木は言った。そういうことなら、今日の酒は、 二重の祝杯ということになるじゃないか。どうだかな。何か不足があるのか。お絹は、老屋の方がいいと言った。と律之助は言った。長屋へ戻れば、お絹はまた稼がなければならない。寝たっきりの親や、 白紙の弟を抱えて。しかしやがては落ち着くところへ落ち着くさ。それは一人の起きぬの問題じゃない。確かにね。と彼は言った。律之助は窓の外を見ていた。雨の三十軒堀へ、トマをかけた天馬船が一掃。 ゆっくりと入ってくるのが見えた。